お、あんみつさん、こんばんは、こんばんはーす。あんみつさん、昨日も来てくれてましたよね。あざっす。お、ひめあひめさんも、今日もよろしくお願いします。ひめあひめさん、最近、もう毎日来てくれてますね。あざっす。えー、ゆうこむさん、こんばんは、こんばんはーす。 さあ、土曜の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうかはい。あ、いいね。いいねをありがとうございます。<laughs> スカイさん、はい。あ、スカイさんってそういうこと言うんですね。はい、こんばんはーす。なんか真面目なイメージが勝手にあったんで、はい。 姫あひめさんね姫あひめさんはい違うちょっと今日ね始めるの遅れちゃってでも時間も10時過ぎてるんでちょっとやっちゃおうかなこれねえー、っとそう最初は名前間違えないいやいや姫あひめさんって言ったから次ねえー、っとこれ最初ね My father, hello, hello, ロブロブさん hello.My father gave, なんとか、smoking, smoking. 私の父は、タバコをやめた。こういう時、これ、gave の次は、何が来るでしょうか ?My father gave. 知ってる人知ってる人 さあさあさあ、なんでしょうか。my father gave タバコをやめる。やめるって何つうんだっけね。はい。my father gave to two じゃないね。ピパポさん、コメントありがとう。クエイトクエイトで、うん、クエイトクエイトは違うかな。gave さあ、up, そう、そう、スカイさんとあとユーザー、えぇ、IGJK 三、正解、そう。gave up ね。gave up. そう、give up ね。give up.stop じゃないね。give up.give up ってさ、あの、日本語で言うと、諦めるっていう意味もあるけど、やめるって意味もあるから。あきらめるとか、やめるね。そう。だから、my father gave up smoking. 次、次、はい。 the duck was running なんとか、犬は猫を追いかけていたとこういう問題こういう問題的な感じで決まってるんですかまあそうだね、あのうん英語、英語はさ、その何、この動詞とあとこういうやつこう含めて意味があるのよ、そう、ギブアップは、まあ、諦めるとかね、やめるって意味でこれもね、この「run と合体してくっつく。 ゲー e があいいんだよ、いいんだよ、これ。えっとね、あの、ゲー e は、これね、あの、ゲー e は、ギブの過去形だから。これね、over じゃない、with も違う。after, そう、スカイさん、スカイさんすごいね、after。そう。The dog was running after the cat.away, away はね、あの、そう。run away っての意味あるんだけど、run away は逃げるって意味ね。そう。 run away は逃げるね。逃げる。そう。これね、追いかけるは run after ね。だから the dog was running after the cat ね。そういう意味。running after 今日はね、こういう系の問題をいっぱいやります。じゃあ次。私たちはバスを降りた。難しいよね、これね。私たちはバスを降りた。we got なんとか the bus. さあさあ。ね。off. 抹茶さん正解。すごい。got off ね。高校入試も出ます。めちゃめちゃ出るよ。もう高校入試の範囲よ、これ。高校入試の範囲。we, we got off the bus. ね。get off.get off で、なんとかを降りるね。get off the, the train とか。ね。 これで降りる、うん。先生、英語訳すときのコツってありますか英語訳すときのコツうんうん。なんだろうな。ちゃんと、こうなんだろう、あの、あ、でもどうだろうな。えー、コツ、コツって言われてもむずいな。 まあ、全部意味分かってないとダメだよね。意味分かってないと訳せないよな。うん。で、あと、うん、まあ日本語にした時におかしくないような感じとか。<laughs> こんにちは、遅れました。ひなしおんさん大丈夫。さっき始めたばっかりだし、YouTube にリプレイもあるんで大丈夫っすよ。<laughs> コツか、コツむずいな。この問題には関係ない。長文解く時にコツ。長文の コツか。長文のコツもね、よく言われるけど、難しいな。長文のコツって言われてもな。コツ。まあ、単語。単語はやっぱね、たくさん知らないと、長文も読めないし、あとやっぱり読むスピードとか、読むスピード。だから、なんだろう。普段、毎日、英語に触れるようにするとか、とか、かな。うん。 英語訳す時のコツは何だろうな訳す時のコツはうんとんだろうねスラッシュ入れるああでもねうーんあんまそれはどうだろうねまあそれでも読めるようになる人いる,いるかもしんないけどうん何だろうね長文のコツ例えばもうこれはもう日本語書いちゃってやるけどうん What are you looking for? そうユーザーピークワーすごいじゃん。そう、for ね、for。うん。ちゃんとこう主語、主語動詞に気をつけるとか、そう。何を探してるんですかうん。カイトさん、こんちくわ、こんちくわす。長文、そうだね、長文、毎日触れるとか、あとこう読むときは、なんかこう、えー、制限時間設けてやるとか、ね、かな。 ひめやひさん、フォー。そうね。そう。look for で探すね。カリナさん、こんちゃ、こんちゃっす。ね。look for で探すね。look for で探す。じゃあ次は。she put なんとか her coat 彼女はコートを着た。 切る。切るって何つんだっけプットな、プットを使って、切るって。切るは何だろうし、プッ。プット n お正解。お、お前、お前さん。その、お名前なんて呼んだらいいのかなそれお。お前さんにいいのかなプットン。そうそう。プット n ね。プット t プット e r coat じゃあさ、脱ぐって知ってる脱ぐ。 ヌグはプットを用いっああやさんねえおあやはんお、あうんあ、違うかあやはかあごめんごめんごめんあお前じゃないかあやさんね失礼失礼 <laughs> ずっと名前方、たこれね「put off」ね「put off」「ぬぐ」は「put off」ね「ぬぐ」「put off」 put アウトはちょっと違うかなそうプッ t on とプッ o オフねそう脱ぐと切るねはいル k キングとル o クはどうやって使い分けるル k キングとル o クはあれだよあのこれはほらここここにあの B 動詞があるからそう B 動詞があるから What are you looking for ル o キング g な o ル k キングね 例えばさ、what do you look?what do you とかだったら、look だよ。そう。ね。ING, あの、B 動詞プラス ING ね。だから、そう、これ ING なの。put off. あ、延期もあったかな延期、うん。これ、do my best ね。best。そうそうそう。これは、I'll do my best tomorrow. took クオフかごめんごめんごめん。took クオフかごめん。わりより。そっか、プートフは延期か。took クオフか。テイクオフ。ごめんごめん。失礼失礼。マジごめん。テイクオフ。テイクオフか。あれ当に t にテイクオフごめんごめん。ちょっと俺が、こんなんじゃダメだね。テイクオフですね。ごめんごめん。失礼失礼。失礼しました。失礼しました。 テイクオフだね。ごめんごめん。ありあり。次。次行きます。失礼失礼。OK, 次行くよ。あ、そうそうね。試着するは try on ね。try on。はい。これが、 今日の3枚目ね。アレットさん、ありがとう。待って待って、すげえいいコメントだったこれ。マッタイラさんなんだってメクロさんのおかげで英語好きになれましたどういたしまして。皆さん、はい、僕をね、フォローすると、英語が好きになれます。ありがとうございます。 マッタイラさん、ありがとうございます。いや、マッタイラさん、い、今フォローするんかい今フォローするんかいじゃ次ね、はい。Did you take? これ、これ結構ね、これ中学生でこれ知ってたらかっこいい。Did you take? なんとか in the meeting yesterday?Yesterday?Did you take? なんとか in the meeting yesterday?Join, join ジョインじゃないね。パ 遅刻遅刻。まっちゃんさん正解。パートそう、パチちーばさんも正解。これはね、これ中学生で知ってたら、結構ね、かっこいい。そう、パートパートね、そう。Did you take part in the meeting yesterday? ね。そうそう、パートおカウトさん知ってんじゃん。すげえ。ね。これね、そう。take part in で、ね。なんとかに参加するっていう意味ね。 そう。take part in で、なんとかに参加する。ね。そうなん、そうなんよ、これ。うん。Did you take part in the meeting yesterday? じゃあ次ね、次。はい。そのボトルは水でいっぱいだった。The bottle was filled なんとか water。あ、up, of, with, 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 with. これはね、 with ね。そう。まっちゃんさん正解。えっ、ー、と、たくまさんも正解。これ with ね。そう。the bottle.the bottle was filled with water. ね。そう。これで、ね、その、be filled with で、〜何々でいっぱいだったね。〜何々で、えー、満たされるとかね。そう。じゃあ次は次。学校に遅れないでは、don't be late. 全知識全知うん ?for, up, for, late for, for, for. おー、for が多いね。すげえ。up。これね。don't be late for school.for. ね。don't be late for school. うん。そう、これはね、えっともうほんとね、高校受験。高校受験とかでめっちゃ使うから、マジで。もう。うん。 だから今ね、中3生とかはねもうねもうフいい、フォローしといた方がいいいよフォローしといたら偏差値が上がるかもしれませんはいね毎晩10時からこういう配信してるんで、えー、中学生高校生ね、えー、中学生の数学、えー、理科英語今日はねたまたま英語だけど普段はね、えー、数学とか理科とかあと高校生の数学とかもやってるんでねもしよかったら えー、フォローしとくと、偏差値が上がるかもしれませんね。はい。皆さん、フォローありがとうございます。ねで。ちなみに、で、ちなみにだけど、あの、この、TikTok のライブ配信、ライブ配信の、リプレイ、リプレイ動画は、僕の YouTube の方にアップしとくんで、ね。もし、あの、ね、まあ、いないかもしんないけどね、もしもう一回見たいなって方は、YouTube もね、チャンネル登録しとくと、もう一回見れるかもしれません。はい。 メグロティーじゃ最後にアザス。次ね、次。He's i very proud, なんとか、his hometown。これね、彼は地元を誇りに思っているね。He's i very proud, なんとか、his hometown。of, of me.Japanese is difficult.、ね、彼は地元を誇りに思っている。of, of ね、そ of.He's i very proud of. そう。be proud of.be proud of 何々。で、彼は地元を誇りに思ってる。ね。これが地元ね。hometown.be proud of。これが、そう。何々を誇りに思う。そう。I'm proud of you とかね。 オッケー次ね、次。次が、そう。ナンシーは、オルガンを弾くのが得意だ。これを英語で言うときに、そう。n a n c is good. なんとか、プレイングで、プレイング、プレイングで、オルガン。プレイングでオルガン。ためになるフォローしようとフォロワーだっはい。ナンシー is good. ね、これはもうね、お決まりだよね、お決まり。is good at ね、そう。姫めあひさん、正解。 そう、ナンシー is good at playing the organ。ね。そう、B good at。ね。ピーターさん、チョコありがとう。例えば、She is good at speaking English とか、えー、He is good at speaking Japanese とかね。そう、so,、I'm good at、えー I'm good at,、uh, なんだ ?I'm good at, え h え h I'm good at teaching とかね。そうそうそう。とかね。そ、ね、う、so, be good at なんとか。teaching, あ、uh,、thank you, thank you.、うんね、じゃ次。The mountain were covered なんとか snow.The mountain were covered The mountain were covered with, そう、みんな言ってるからね、with ね、so with, with snow. そう、山は雪で覆われていた。ね。So, so, そう、be covered with, そう、be covered with, そう。あやさん正解、そう。be covered with, で、で、そうそう、あの、雪で覆われる。うん。そう、the mountain were covered with snow. はい。これが今日のね、えー、4枚目かな。10分の4。はい。OK。そう、これね。そうそう、w r Mountains。あ、ほんとだ、ほんとだ、ごめん、ごめん。サンキュー、サンキュー。was ですね。失礼して。I'm sorry, I'm sorry.why.、うん covered with oil why buy is wrong why buy uh, can anyone explain why why buy is wrong uh, please teach me please teach me why by is wrong can anyone explain by is by uh, does buy make sense can anyone explain please please explain i don't know 熟語表現。ま、あそう言われたらそうだね。うん。ま、あ本当にこの、うん。covered with, covered with で、I don't know Japanese English also. うん。you can say with or by. うーん。with. まあ、そうだね。本当に、こう、あの、熟語表現。だから、うん。もう、これとこれで、セットってかん感じ。これ、これとこれで、セットって感じかな。うん。そう。covered with. まあ、それ、まあ、それ言われたら、まあまあ、でも、そういうもんだよね。なんか、日本語だってさ、with is correct. アルバートさんがそう言ってます。アルバートさんが、with is correct. ね、もう日本語だってさ、そういうもんだよね。うん。すいません。そういうもんということで、そういうもんということで、次に行かせてもらいます。すいません。はい。じゃあ、次5枚目ね。b y 誰あ、人ね。人ね。なるほどね。b y by を使うときは人か。人。 まあでも一概にもそう言えないと思うけどね。うん。according to. あこれ5枚目。はい。いきます。これ。I'm used なんとか living alone。これね、そう。慣れているって表現ね。慣れている。私は一人暮らしには慣れている。っていう。はい。to, to. ね。 これすごいね。そう、皆さん正解。I'm used to ね。I'm used to. で、ここはそう、ing ね。ing.I'm used to living alone.Good luck with English. Thank you.Thank you.To ね。そうそう。これは、I'm used to living alone.I'm used to, I'm used to speaking,、uh, I'm used to, Uh, I'm used to studying alone とか。alone <laughs> じゃないか。うん。とかね。なんで to? そうだね。ここも、ここもね。まあ、なんで to って言われるとちょっと困る。まあ、そ,そういうものですね。うん。be used to.be used to ing. ね。そう。はい。 うん。以前、あ、以前、そう、よく知ってんね。そういう、そういう意味もあるよ。うん。I used to eat meat, but now I'm vegan.、うんはい。次 t, 次。なんで ing? そう、確かにね。あの、n d to, to の後はさ、ね、to の後は、動詞の原型って習ったよね。あ、例えばさ、あと、I'm looking for a to, I'm looking for a to. この後もさ I'm looking これ,これもさ I'm looking for to seeing you じゃんね、to この Looking for a、uh, look for to とかこの I'm、uh, be used to とかの後は ing になるうん I'm looking for to 以前はあごめんごめんごめん以前はあれかあのうんえー、there was there was used to be とかうんごめんねで次いきますはい京都は寺院で有名だこれはそう Kyoto is famous for its temples what, what's famous for in your country what's, what's famous what? Is this,、uh, this grammatically correct? Is this grammatically correct? Is this grammatically correct?What's famous for in your country?What's famous for in your country?Please、uh, please tell me, please teach me.Four、uh, n a n o n、no, uh, thank you, thank you, thank you. What's famous in your country? あ、4いらないあ、uh, thank you, thank you. あ、uh,、What's your country famous for? あ、uh,、What's, what's your country famous for?Thank you, thank you.What, what's,、uh, what's is your,、uh, what, what's your country famous for? なるほどね。 オッケーオッケーセ h a t i your c o n t y o u ありがとう勉強になりました。次行きよ次。Ken k maybe なんとかなんとか love なんとかさとみ。w h a famous thing in your country? ああンキンはさとみに恋をしているのだろう。k e はさとみに恋をしているのだろう。 はい。これはね、can may b e can may b e can may b e n i a s さん正解ね、in love with w i t h さとみね。in love with さとみ、i n love with, そうそうね、can may be in love with さとみ。うん。 はい。はい。OK。次行くよ、次。今日の、これ、6枚目。はい。これが今日の6枚目です。10分の6。Maybe, あ、Maybe はね、Maybe はね、えー、っと、なんとか、だろうって意味ね。だろう。 そう。そう。なんとかだろうね。can, maybe. m May 名の後は動詞の原型が来るから、そう。can, maybe. そう。ね。チーバさんの言うとり、そう。かもしれないとかって言ってた感じ。Are I'm just practicing teaching?Yes, yes. はい。次ね、次。 I stayed home. これ、一日中っていう表現。一日中。I stayed home. なんとか、yesterday. はい。I stayed home.all day. ちばさん。ちばさんさっきからすごいね。all day. そう。リルもちさん。そう。is は足りないん ?all day. そう、all day ね。そう、all day. ソうたさんも正解。all day. そう。I stayed home all day yesterday. ね。all day. 素晴らしい。皆さん、正解です。さあ、次が、次がね。children, children went out of the room.one, 何とか。ね。これで、ね、そ、so、う。子供たちは、これね、この、 次から次へとって表現ね。子供たちは、次から次へと、ワン、あ、ワンバイワンっても言うのかなこれね、一応ね、あの、日本、日本っていうか、ここは、ワンアフターアナーザー。ワンアフターアナーザー。そう。ワンバイワンっても言うの Is this correct? Is this correct? Is this equal to this? どっちも正解ああ、ごめん、そうなんだ。one by one.one one after another.one by one.yes, yes. あ、一人ずつ。カルチャンさん、これってどっちもおなじみなんですか テクニカリー、The same, I think. あ、e by one でもいいあ、ア i v ーさん、Thank you, thank you, thank you.One by one, over, one after another. ほぼ同じ。ありがとう。Thank you, thank you. みなさん、Thank you.Thank you. 助かるわ。ありがとう。どっちでもいい ?One after another と、One by one 合ってる。One, two, three.Thank you. ね。 chidren went out of the room one after another one by or one by one ニュアンス…あ、そうなんだ one by one 一つずつあー一人一人って感じか I think one by one sounds more natural <laughs> このライブはね、そう、先生がいっぱいいるからありがとうありがとう Thank you thank you オッケー、じゃあ次ね、次次が I gave him アドバイスなんとか、マニーそう、これがね、そう、代わりにっていう表現ね、代わりに。instead of. チーバさん、さっきから正解めっちゃするね。そう、ここね、そう、instead of ね。instead of. そう、for money. Instead of for money. あ、じゃあ、instead of money.I gave him advice.Instead of money. むずい。あここ、確かに、ちょっとね、ここは、あのー、うん、ちょっと、あれよ。えー、中学英語の中でも、難しめ。うん。one after another.instead of で、これ、なんとかの代わりにって意味。中学生の英語。ま、あそうだね。でもね、これはね、あの、若干、難しめだよ。む、難しめ。うん。 難しめだけど、なんだろうね。さっきのこ、これの、このさ、あの、be good at とかは、まあ、結構、あの、基本的なやつだから、覚えておいた方がいいかな。アドバイスあアドバイスかな。うん。instead of money. 彼、私は彼にお金の代わりにアドバイスをしたと。中二で習ったええー。 教科書に載ってるうん、うん。はい。じゃあ次いきます。次。えー、っとね。聞いてて勉強になるアザースアイディア。はい。オールデーしか分かんなかった。でも、あ、でもオールデーわかっ、すごいね。でもそれ。次。彼らは、 雨のせいで外出,外出しなかった。ね They didn't go out because なんとか the rain。そう、ここ、of ね。そう、of。な、ね、んとか of で、えー、この because of なんとかで、この〜何々のせいでって意味ね。そう、〜何々が原因でとか。そう 何々が原因でとかね。そう。they didn't go out because of the rain。ね。だからなんだろうね。例えば、I didn't, あ違う I couldn't do my homework because of, because of TV show とか。今だ、ってる。I couldn't, I couldn't do my homework because of the TV show とか。 Is this okay? Is this okay? はい。じゃあ次行くよ。次。あ、これさ、これ、この間の放送でさ、あの、カルチャンさんが言ってたよね、これ。Do you go to school by bike? or, そう。これ、徒歩でって表現ね。徒歩で。徒歩でっていうのはもうね、これ、 決まった表現があって、そう、on f o o t ね、そう、on foot on foot これで、徒歩でって意味ね、そう。I go to school on foot か。ね。もしくは、I walk to school、ね。じゃあ次行きます。あなたは、えー、通学途中に何を拾ったんですか そう、これあれだね。この拾う、拾う。オンはなぜ、ペペロンチーノちゃんさんね。ま、あそれもほんとね。ちょっと俺正直わからん。わからんけども、この、オンフットであ、徒歩でっていう意味なんよ。そう。な、なぜオンなのかは、わからん。ごめん。そこは正直わからんわ。で、そう。あと、この、通学。この、途中にってやつね。途中にっていう表現。そう。これは、What did you pick up? これさ、on your way to school ね。そう。on your way to school. ね。そう。ね。これもさ、よく言うよね。あの、on my way home とかね。on my way home とかで、私の、えー、家じ、家に、家に帰る途中でみたいな。そう。えー、なんだろう。た、例えば、please, please buy. 家に帰る途中に卵を買ってくださいとか。 Is this correct? Is this correct? Please buy some eggs on your way home. You oh, on, on my way home to on your way home to Yes. Thank you, thank you. Ah uh, yes, thank you, thank you. Thank you. It's correct, oh thank you. Uh you 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 got uh, you are my teachers. Thank you. You You guys are my teachers.my good teachers.Thank you.And please follow me.So please follow me.There、uh, are many good teachers.So please follow me.Okay. 次行きうす。ユースケさん、えースイッチ。スイッチ A は、まあ、そのうちやるかな Hey, what's up, what's up? はい。あ、いや、いいんだよ。これね、あの、ホーム、これ、ホームはね、あ、そうそう、えっとね、これ、ホームはね、これ、ホーム自体に、家にっていう意味があるから、これはね、to はいらないんだよ。そう。これね、そう。これは、ほ、この、スクールの時はさ、あの、on your way to school だけど、これ、 ホームってこれね、もうホームに、家にっていう意味があるから、こう、トゥーいらないんだよ。例えばあとさ、アブロードとか。アブロードとかもさ、これは、えー、これは外国にっていう意味で、そう。もうすでにこれに外国にっていう意味があるから、go abroad とかでいいの。go abroad とかね。house、house だったら way to house だよ。way to house。白菜さんありがとう、コメント。 そうはい。OK。へえ、そうそう、ホームね。そう。Wayback Home。そう、謎さん。あの歌ね。Wayback Home。そう。At home。あ確かに。At home。ホームは福祉。そう、福祉。次ね。次これ。I bought a hat and a... a ペアね、そう、ここペアね、ペア。ペア。ペアオブシューズね。そう、ペアオブシューズあの、なんだ、えー、piece of ー a とか、ツーピー i e c e s of ー a とか。もう、英語は、数え方がね、もうわけわかんない、ほんとに。あ、ペアオブシューズなぜだうん、なぜだなぜだ そういうもんなんだよね。すまんな、マジで。ちょっと文法的なことはね、マジわかんないから、俺、ほんとに。はい。and shoes. 確かに。まあ、シューズ。確かに、まあ、2個あるから、うん、シューズ。でもさ、そう、シューズだけじゃダメなのかな。うん。2個で一足。まあ、でも確かに、ほら、うん。 うんうん。はい。一足ね。そう、一足。ピアス。a school of dolphins。シューズだけでもいいですね。数がわからないけど。あー、そうなんだ、うん。あ、three pairs of shoes とかね。あー、そういうことか。あそうかそうか、シューズ。シューズだけでも意味は通じるけど、これだと何足あるかわかんないと。 いっぱいあるとシューズが。ああ。箸とかもああ。手袋とかもペア。手袋。手袋。ああ。Please teach me.Please teach me.A grove.Groves.Groves.Is this. a pair of gloves is this correct is this uh are these same are these same gloves uh, yes 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 that's correct ah hakusai san da sou desu sumimasen ne san da desu hai seikai hai you are Our good teachers. Thank you. Thank you. <laughs> Thank you.、うん、Thank you. メガネとかスリッパとか。あ、メガネもそうか。あれグラッシーズなんだ。うん。まあ、次、次、ね、次。はい。I'll travel all over ね。over.all over the world. で、これそう。これね。 いつか、いつかってのは、いつかはね、some day ね。some day.some day. Som そう、確かこれさ、some day ってさ、あの、ジョン・レノンのさ、イマジンになんかそんななかったっけイマジン。Imagine. do you know ジョン・レノンズ・イマジン ?some day. なんだっけなんかあったよね、ポエム。Someday.I hope you're t h e r e t h e r e d, 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 d a y o n e day.One day.Imagine day. all the. あっ、I hope some. あっ、I hope some day.you'll join us. ってあるよね。I hope some day.you'll join us. ね、そう。はい、すいません。次いきます。 Our school day is, ここが at 3. これはね、そう、授業は3時に終わるっていうね。そう。all of the, what do now? うん。これ、そう、これがね、そう、授業は3時に終わるは、そう、our school day is over ね。そう、over, at 3. ね、そう、終わるってやつね。 あのラブイズオーバーのオーバーよ、そう。ラブイズオーバーのオーバーね。Our school day is over at three。うん。はい。じゃあ次行きます。Next, next。Okay。Finishing。大丈夫。ジョジョジャパニーズさんが。 over or done. ああ、あとね、ああ。そう。is, これはそう、授業は3時に終わる。そう。なんだろう、こう、いつもって感じ。そう、いつも。3時に終わる。そう。our school day is over at 3. ね。d o n n done だと、そう。あの、終わっ、なんだ。is done.is done でもいいのかな ?finished, is finished. うん。 is over かな ?over だね。うん、over.over over is better. じゃあ次。これが今日の9枚目です。Why is Georgie? なぜ、なぜジョージは私に腹を立てているのだ、腹を立てているのだろうそう、これはね、そう、腹を立てるね。腹を立てる。m a d at あ h マットあってもいいのかなアングリーここはね、あれ、アングリーアットって言ってる人も多いけど、ここね、正解は、アングリーウィズって書いてある。アングリーアットアートはあってんのかな 僕の、僕の問題集にはね、あの、why is Georgie angry with me になってる ?with.with, with. うん angry with. うん。I think maybe with is better. あっとでもいいんだ。あっとでもいいのかな ?mutt, at.I'm a Disney. あ、まあ、mutt, うん。あ、I'm sorry.、Uh. This is, this is, eh,、uh, junior high school English. Junior high school English. こんばんは、こんばんはうん。angry with. あっとでもいいのそうなんあっとでもいいのかなごめん、ちょっと、そこわかんねえ俺。ごめん。angry...angry angry with... あとは悪くないけど。うん。英語の話に待ってたアング r y あとは不,不正解。うん、ごめん。えっとね、あの、一応ごめん。あの、俺が持ってる問題集、あの、日本の、日本のね、日本の問題集には、with って書いてあるから、ここは with で覚えとこう、みんな。うん。angry with me。うん。why is Georgie angry with me? そう。なぜジョージは私に腹を立てているのだろう うん、next, next. はい。あなたは、これ、好きね、好き。普通さ、好きはさ、like だけど、ここは二つね、二つ。二つ。fund of c h i さん、すごいね。そう。are you, なんとか playing the guitar? そう、普通、これね、普通はさ、like だけど、二つ使う、二つ。B e 動詞プラス、 そこね、fund of ね、fund of 音さゴリラさんも正解。are you fond of playing the guitar? そう、fund of ファンド of ね。はい。じゃあ次行くよ、次。fund はね、いや、fund はファンドよ。これだけ。そう、be fond of ファンドじ、ファンド自身ってごめん、どういう意味なんだろうね。あんま あんまよくわかんないけど、この be fond of でよく使う。be fond of で何とかが好きね。そう。ファンドだけだとごめん。I don't know. ファンドの意味がちょっとわかんないわ。what is meaning by fund? うん。形容詞なんか、あ、好んでいるっていうヒグリッシュさん。助け舟をありがとうございます。 Thank you. はい。まあ、まあ、僕も知ってましたけどね。僕も知ってましたけど。うん。はい。じゃあ次行きます。彼は、その事故に責任があると。彼は、その事故に好きですかそう、好きですかね。彼は、その事故に責任がある。そうそう。ライク、ライクとね、同じだよ、同じ。 So he's responsible for the accident. So responsible for the accident. For the accident. 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 He's responsible for the accident. So, ne? そう。責任があるっていうのは、そう、be responsible, be responsible for ね。そう。篠原先輩は空を飛びます篠原先輩 is flying the sky じゃない。そう。responsible. こうはい、確かにちょっとこれね確かにこれはちょっと中学英語には難しいかもねうん本当ちょっと、えー、難しめのまあ難しめのあのー、高校高校入試で出されるかもね、うん、難しめの難しめの高校入試で出されるかもしれませんはいじゃあ今日はねこれで最後です 今日は十分の十。be responsible for your mistake.thank you.okay, I'm sure. 次ね。はい。私は子供の世話に慣れている。これさっきやったね。さっきやったね、これね。空豆。空豆さんでやったね。used to。これ。I'm used to looking after little children. そうこれで慣れているって意味ね。そう慣れている。で、looking after。ね。ナイス。世話はこれ、look after <laughs> ね。look after。look after で、これが世話をするね。<laughs> そう、look after。 used to, I'm used to looking after little children.familiar with, familiar with は、なんかよく知られてるとかじゃないの ?take care of, あ、take care of でもいいと思うけど、まあ、ここは、うん。take care とは同じ、同,同じじゃねえかなうん。うん。そうそうね。used to looking, looking. そう。 次行く、次。is your mother? 俺これね、これで知ったんだよね。is your mother? 食事中ですかと。食事中ですか食事中ですかの言い方 ?in the, これ in the, in the, あれをこれ忘れちゃったんだっけ ?in the, あれなんだっけ,れだっけこれ 食事、in the, あ、テーブル、テーブル、テーブル。あれ、in the だっけな、お前。I'm sorry, I'm sorry. ちょっと待って、忘れちゃった。え、on, at the table, at the table だったな。ごめん、ごめん、ちょっと待って。答え忘れちゃった。at the table, at the table だね。at the table. ごめんごめん。ちょっと待って。あ,あ、ごめんごめん、うん。at the table ね。はい。drawing the meal. それどうなんだろうね。洒落た言い方うん。in the meal. えい、hey, hey, hey, my teachers. In the meal. Is in the meal. Uncorrect?Correct?In cor the meal.In the meal ダメじゃないなんか、食事の中みたいな感じだね、なんか。No, no, correct.、Uh, thank you, thank you. そうん、so, これね。Is your mother at the table now? これです。そう。席に、あの、うん、食事の席についてますかとか。Incorrect.、Uh, thank you.、Uh, Thank you. In the meal は違います。はい。皆さんいいですかはい。In the meal は違います。はい。なぜならば、なぜならば、えー、私たちの先生が言ってるからです。はい。at the table. 英検、英検僕はね、英検は順二級しか持ってないです。はい。table.you can't be in action.only at the place of a situation.Thank you. みんなこれ、注目。はい。 Watch this. Check it out. You can't be in an action only at the place or a situation. Thank you, Vivian. Vivian, vivian you are our teacher. But this is my TikTok. Please follow my TikTok. Please follow me. Hi. Our teacher is Vivian さん .But please follow me. はい次ね。He's looking これ looking forward.Forward そう forward ね。これ、so、Looking forward to、so、He's looking forward to meet i n g you.Forward ねそそうそう forward ね。おラオさん久しぶりじゃん。 つまり10くん音そううん。He's looking forward to forward, forward ね、forward.look, えっ、ー、とね、look4 は探すって意味ね。look4 は探すって意味だから。look4 は探す。これは探すね。looking forward to ね。forward to。これだけ分かったあ大丈夫。あの、結構ね、これはまあ基本。 これ、結構ね、上の方はね、む、難しいよ、これ。難しい。難しいから、そう。これね、ここは大事。うん。meeting. これね、えー、be looking, be looking forward to の後は、ing なんだよ。これ、ing 必ず。looking forward to seeing you とか。うん。for, forward, forward 単体はそう。前にとか、そういうこと。うん。 フォワードとか、それ単体は、前にっていう意味。前に。うん。そうそうそう。はい。えー、そうね。えっ、ー、と、毎晩ね、えっ、ー、と、毎晩、えー、こんな感じに、えっ、ー、と、中学生の数学とか、理科とか、英語とか、あと、高校生の数学、教えてるんで、もしよかったら、フォローお願いします。ね。あとさ、あとさ、なんかね、あのー、明日もさ、僕、あのー、えー、あのー、ライブ配信するんだけど、 なんかね、あの、僕のフォロワーなんか、調べたら、なんか、大阪在住の人が一番多いんだって。お俺のフォロワー。なんか、俺のフォロワー、あの、30%が大阪在住らしいんだよ。ね。だからさ、明日、明日の配信はさ、あの、大阪の、あの、B 問題、B 問題の数学やろうかなと思うんだけど、来てくれる人いる明日さ、明日あの、高校、あの、 大阪大阪の高校入試の,あの数学の B 問題やろうと思うんだけどどうするわかるそう、わかるんだよ。そう。なんかね、あの昨日からねわかるようになって麦茶さんが大阪ってのは俺も知ってるよ。知ってる知ってる。なら白菜さんなら B 問題。アンパンマンさん A 問題え、あれでしょうなんかさあの B 問題がさ一番多いんでしょ 千葉さん、オッケー、福島県ですが、長野県もやってほしい、姫め姫めさん。え、ちょっと待って、あの、大阪県民に、大阪県民に、あの、質問なんですけど、B 問題が一番多いんだよね。あの、B 問題を使う高校が一番多いよね。それ合ってる ?A 問題と B 問題って、なんか、C 問題がね、あの、少ないのはね、わかっ、あの、分かったんだけど、え、B 問題と A 問題ってさ、どっちが多い B もん、B もん一番多い。ええー、えっ、ー、と、右級さん、ありがとう、教えてくれてありがとう。宮城やって、いいよ、やるよ、やるやる。B 多い、3区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 。ありがとう、教えてくれてありがとう。うん。大丈夫あの、そう、なんかね、あの、調べたら僕のフォロワーが、あの30、30%ぐらいが大阪県民らしいんだよね。だから、ちょっと明日、あの、明日はちょっと大阪のや問題や,るやろうかな。京都府、秋田、 いいよよやるやるでもねごめん多分ね俺あの,忘れ,あの,あの忘れちゃうからもしあのやってほしい県民あの,あの県があったら、えー、僕のツイッターかインスタにあの、えー、と DM を送っといてくれはい白菜さん認知してますよ千葉やってほしい群馬いよいいよ,いいよやるやるやるよでも,でもねごめん明日は明日はね大阪やるわ 大阪の,あの B 問題。うん。やります。じゃあ、ごめん。今日はね、ちょっとこれで大島にするわ。で、明日何時からやるかは、ちょっとあの、また明日決めます。また明日、えー、えー、っと、えー、僕の TikTok のプロフィール画面に、あの、何時からってのは、やっとくんで。はい。じゃあ、ライオン じゃあね。今日もありがとね。おやすみ。また来ます。はい。またお待ちしてます。じゃあ皆さん、良い週末を。良い週末をお過ごしください。キラリさん。グッドナイトありがとう。えー、ショーダさんもお疲れ様でした。はい。せんえー、麦田さんもあざす。チーバさんお疲れ。ハマイチャ。ハマイチャハマイチャ。じゃあね。ひな姫さんもありがとう。バイバイ。See you. Bye. 切ります。切ります。はい、that's all. Thank you, thank you, see you, bye.